BMW269 は、レンテリーが設計した、フォーミュラ2カー。1969年から1970年の、ヨーロッパ F2 選手権に投入された。BMW が、フォーミュラ2で使用した車は、ローラカーズによって製作されていた。269は、BMW が自ら製作した初のマシンであった。レンテリーによって設計された、このマシンは、 比較的単純な構造でオーソドックスなモデルであったが強力なエンジンのおかげで高成績を収めた。エンジンは排気量 1598cc1700rpm で 250hp を発揮した。BMW は1969年シーズンローラ T102 と BMW269 を使用しヒューベルトハーネがランキング2位を獲得した。 しかしながらポイントの多くはローラ t 1 0 2によるもので BMW269 のポイントはオーストリアにおける一度のみであった。269は F11969 年ドイツグランプリにも出場した。ドライバーはヒューベルト・ハーネ、ゲルハルト・ミッター、ディーター・クエスターであった。しかし金曜日の練習走行でミッターが事故死し BMW は 同グランプリから撤退した。後継のモデルは BMW270 であった。ありがとうございます。